昨シーズンはリーグで対戦をして、ガンバ大阪のダブルということになりました、はい、つまり2度ともホームもアウェーもガンバ大阪が勝利を収めています。右の福岡ワンタッチで山本に入れましたが、山本は下げて佐藤の長いボール、左から藤原が高い位置にいます、うん、こぼれたところを取った藤原、チャンスになる、シュート決まりました、先制、藤原の復活のゴール、思い切って打ちました藤原。左サイドバックガンバ大阪まだまだ健在、経験値の高いプレーヤー藤原。ここは深いところから福田折り返す、シュート、もう一度ゴール前、いや無理な体勢になりました、押し込めませんでしたが、しっかりと深いところまでえぐって詰めていきました。宇都本ドリブルで仕掛けてシュート打った、ちょっとコースが変わりかけましたが石川よくキャッチしました。アディショナルタイム1分です。ワンバウンドして石毛触れば浮き玉で入れてわずかに左、ボン・ビョンウォンも中央にいます。ファデリグ見事に当てました。今日再三狙っていた佐藤陽太ついに決めました。セットプレーで追加点ガンバ大阪、再三この佐藤選手は狙ってましたからね、はい、そうなんですよね。斜めに入った弓場、宇都本裏を横に入れてワントラップ、中川シュート、中川のシュートでした。弓場プレス行く奥の、そしてボールを奪う、レアンドロ・ペレイラシュートを狙った、レアンドロ・ペレイラわずかに右狙いました、ハーフウェイラインからのロングシュート、いやあと少しでしたけど ね、 マイボールしますガンバ、そして笛が鳴りました、2対0、これで勝ち点3を上積みして勝ち点が4になりました、ガンバ大阪です。